いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2017年モデル、マセラティクワトロポルテグランルスを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所に飛び石、右リアドア、左フロントと左リアのドアエッジ、左右リアのアルミホイル、リアバンパーに傷、左リアドア、左リアフェンダーに線傷がございます。走行距離に関しましては約3万4000キロ走ってるお車です。外装色はブルーパッシオーネ、インテリアはゼニアエディションインテリアのタンレザーが採用されております。マセラティの中でも高い人気を誇るクワトロポルテが入庫いたしました。こちらは2017年にマイナーチェンジが行われ、フロントグリルやフロントバンパー、リアバンパーを中心にデザイン変更が行われ、よりシャープな印象を受ける一台となっております。またこちらはグランルッソということで、スポーツ性に重きを置いたグランスポーツとは異なり、快適性に重きを置いた一台となっております。ヘッドライトに関しましてはキスノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは3リッター V 型6気筒のツインターボエンジンが搭載されており、迫力を感じる1台となっております。また足元に関しましては純正の20インチアルミホイルが装着されており、足元からも迫力を感じる1台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リアのテールライトに関しましては LED が採用されており、リア周りフロントと同様におしゃれなデザインとなっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース十分な広さが確保された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはゼニアエディションインテリアのタンレザーが採用されております。運転席助手席若干の使用感がございます。またインテリアにはレザー素材とウッド素材がふんだんに使用されたお車です。ではエンジンを始動します。 ETC カードが挿入されていません。ステアリングに関しましてはウッドとレザーのコンビステアリングが採用されております。こちらには大型のパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のタッチスクリーン式ナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。オートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはスポーツ、アイス、マニュアルモードが用意されており、サスペンションに関しましても
2段階での変更が可能です。フロント両席に関しましてはシートヒーターが装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感がなく良好なコンディションを保っております。また広さに関しましては大人の方が足を伸ばせるスペースが確保された1台です。後部座席にもシートヒーター、ハーマンカードン製のスピーカー、サンルーフが装備されておりますので快適性あふれる室内空間となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2017年モデルマセラティクワトロポルテグランルッソを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約3万4千キロ走ってるお車ではございますが、内外装比較的良好なコンディションを保った一台です。美しく上品なインテリア、上質なインテリアが魅力のマセラティクワトロポルテグランルッソでございます。こちらのお車に関しましては350馬力を発揮するエンジンと8速のオートマチックシフトにより大きなボディではございますが、スポーツ走行も十分にお楽しみいただける一台となっております。またドライバーアシスタンスパッケージによりサラウンドビューモニターやアダプティブクルーズコントロールなどが追加され、安全安心にドライブをお楽しみいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。